素敵なインテリアもね。ファスティング明けだから飲んじゃいけないって。酔いやすいですしね、ファスティングの明けって結構。そうだよ。そうですよね。何ファスティングって何、あの断食したの。いただきます。ちょっと待って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 、一緒に飲もうよ。飲んでよ。じゃあ二人の出会いに乾杯しよう。いいこと言うね。そうでしょ。まあお互いにいろいろあるけどさ、もうちょっと滑舌よく喋ってくんない。いや、せっかくいいシーンだからさ。まあ今日はね、こうやってね、誕生日前夜をガクトに祝ってもらって、はい、うん、感謝してます。止まらないとね。よいしょ。じゃあ何やめてよ、やめてよ。何話してよ。なんでよ。やめてよ。もう何やだよ。なんで触んの。だってすごいじゃん。え、なんだ。俺も腹筋をほらほら触ってたって。少し頑張ってんね。やめてよ。いいじゃん。何これ。これなんか何これ。やめて。餃子みたい、餃子みたい、餃子みたいじゃないですか。何やだ。すげえ。お酒の縄でございますが。いいね。次回のよしきチャンネルは11月20日ですね。はい、20日です。お誕生日に、はい、もう明日になりましたけれども放送がございます。ハッピーバースデー、はい、ハッピーバースデー。本日はガクトさん、そしてよしきさん、本当にありがとうございます。夜遅くまでご覧いただいて。一言で言ってんだけどさ、簡単に進めるのやめてくれない。ごめんなさい、ごめんなさい。そういうカンペが出ておりまして、もうさ、なんかこの番組カンペが出てたんですよ。絶対来年まで出ないぞ、もう。すいません。じゃあ、あー面白い。また飲むのけ。また息すんなこれ。いや、やろうっつったのよしきだよ。そうなんだよね。はい、自爆系です。マジこれ、こうやって飲んだよ、こうやって。マジかよ、マジ。うわうわー